ジェルボアーズブルーは1960年に実施されたフランス共和国最初の核実験のコードネームである。また、同名のドキュメンタリー映画もある。アルジェリア戦争中の1960年2月13日、サハラ砂漠内のアルジェリア中部、北緯26度18分40秒成形0度3分25秒、北緯26.31111度成形0.05694度、 26.31111-0.05694で行われたフランス発の原子爆弾による核実験である。ピエール・マリガロワ将軍はこの原爆の開発に尽力し、ペール・デラ・ボンベ A のあだ名をつけられている。ジャーボイジーは砂漠に住む月脂類の名前であり、ブルー、青はフランスの国旗の最初の色である。そのため、第2、 第3実験は順番に白赤と名付けられている。この実験の成功によって、フランスはベー英 A に次ぐ4番目の核保有国となった。ジェルボワーズブルーは70キロトンのエネルギーを放出し、これは当時最初の核実験としては最大の出力であった。参考までに他国の最初の核実験の出力を上げておくと、アメリカのトリニティ実験、ソ連の RDS-1、1 イギリスのハリケーンであり、これら3つの合計よりも大きい。また、長崎に投下された、ファットマンの出力は22キロトンであり、この3倍以上の威力である。新しい設計の原爆の出力が予想できなかったため、フランス軍は、核出力を60から70キロトンの間に、収めるように計画した。ゼルボワーズ・ブルーは成功し、ほぼ設計通りの出力を得た。 この他17回の原爆実験がサハラ砂漠の施設で実施されたが、そのうち2回がジェルボアーズブルーよりも強力な実験が行われているルビー実験、サファイア実験。この両実験ともアルジェリア、インエッケル近くのタンフェラの地下で行われた。よく知られた水爆実験カノープスを含む他の実験は1966年から1996年にかけて フランス領ポリネシアの干渉で実施された。フランス最後の核実験は1996年1月27日に行われている。ライブツ比でフランスの核実験に抗議する周りの学生国際社会からの批判を受けて、フランスは砂漠での大気中核実験を中止し、その後地下核実験を実施する。地下核実験は FLN との秘密協定に従い、 アルジェリアの独立数ヶ月後の1962年に実施された。1960年2月から1961年4月にかけてフランスはアルジェリアのレガーヌ実験場で4回のジェルボアーズ実験を実施した。1960年12月27日の第3回実験では日本、ソ連、エジプト、モロッコ、ナイジェリア及びガーナが抗議した。 ジェルボアーツ実験の最後の実験から5ヶ月後、ソ連はフランスの核実験を受けて大気圏内での核実験を再開した。それまで1958年以来、米英両国によって事実上核実験が延期されていたにもかかわらず、それを破っての核実験の再開であった。1961年9月からソ連は136回の大型水素爆弾の 改良実験を実施した。この実験の中に史上最大の爆弾ツァーリーボンバも含まれている。ソ連は1955年には水爆テクノロジーを得ていたにもかかわらず、この時期になって水爆実験を繰り返したことは、西側の一員たるフランスが3番目の核保有国となったことに対する返答であると考えられている。また、ソ連の核実験を受けてアメリカ合衆国も、 独自の核実験計画を再開させている。1962年4月から11月にかけてアメリカは40回の核実験を実施した。フレンチセネート本核実験にちなんで名付けられたフランスのドキュメンタリー映画である。フランスでは2009年2月11日公開。日本では未公開。ジェルボアーツブルーでは サハラ砂漠で1960年から1966年に行われたフランス最初の核実験に参加したフランスの退役軍人とアルジェリアのトゥアレグ族の核実験による犠牲者の話が語られる。初めて核実験による最後の犠牲者たちによる原爆症認定のための闘争について爆発がどんな状況で起こったかについて証言がされます。初めて 広島原爆の4倍の威力のある、フランス初の核実験のジェルボワーズ・ブルーの爆心地に、赴きました。爆心地は、アルジェリア政府によって47年から立ち入り禁止となっています。デプルミエ・エス・フランス英雄サハラ1960、1960の1966、2009年11月24日閲覧。AB フレンチセネートレポート179。 The first French Tests in the Sahara. ありがとうございます。